大谷翔平なんかグローブみんな送ったらしいね、小学校。あれどういうこと、全国の小中学校に送った？あ、小学校だけなんや。小学校全部10億円、すげえな。10億もポンって出せる？俺もビップもあるでしょ。いや10億は無理やな、10億は無理っすね、マジで。で俺もやりたいけどな、ちょっとそう、けどね、俺別に野球に限らずなんかちょっとそういうことはやりたいけど、まあ、1000万やったらまあ未然にはたいたらいけるけど、俺の生活が厳しくなるぞ、まあ、1000万ワンチャンかな。1億も無理。おい、グローブ何個までいけますか？いや1個も無理やな。全国の小学校にグローブ1個やったらやばいよ。君 iPad、 iPad、 なるほどね。全国の小学校に iPad1 個。いや小学校は高校にするわ。小学生 iPad 使ったらあかん、まだ勉強、そんな小学生の時からそんな iPad 使って贅沢にゲームしたらあかん。高校生にするわ。全国の高校に iPad1 台贈呈やったらいくらぐらいなんねやろ。その代わりプロスピやってる人限定です。奥超えちゃう、あ、奥超えちゃうか。そうやん、確か iPad 高いから超えるな。飾るとか無駄にしすぎてくさ。確かに大谷のグローブ飾るのもったいないよな。野球しようぜって言ってあのグローブ届けてんのに学校に飾り出したらちょっとなんか1個ぐらい飾りそうじゃない、学校が記念として1個飾って2つだけ誰かにあげるみたいな。20分休みとか放課後の遊び用なんや。ああなるほど、20分休みとかあったな。え、行間休みやろ、行間休みでしょ、あの授業と授業の間、1、2時間目と3、4時間目の間にある行間休みやろ。あったわ小学生の時、中間休み、いや行間休みやった。俺の学校は、いや俺の中は行間休みやったから。侍の村上って継承させていいですか？わかりません。